はい、村上先生です。おはようございます。おはようございます。まあ、コロナでね、いろんなことがおのおのあると思いますが、はい、村上君はどう、なんかいろんな影響とかあるの？そうですね、やっぱり開催が直前で中止になって、うん、なってたんで、うん、やっぱりこう、まあ、まるまる1ヶ月空いてくれたら、やっぱり計画通りもできたんですけど、うんうん、もうその気持ち的にも一回落ちて、うん、そうですね、うん、まあちょっと大変やったですね。やっぱりその自分ももうベテラン40超えて、うん、もうそういう時に年齢を感じる時がありますよね。なかなかね、はい、練習ずっとやりっぱなしで競争行くわけにもいかないんで、そうですね、ちょっと調整すると中止になってとか、そうですね、はい、ね、せっかく調子よく上げてきたのに、うん、これもう一回ね、はい、練習やって、はい、次の場所に行って、はい、またそれが中心になったりとか、はい、もう予定がすごい狂いましたし、うん、もう、まあ、いろんな意味でやっぱりこうみんなも一緒だと思うんですけど、うん、ストレスが溜まってましたね、はい、まあ、予定が立たないとか一番大きいし、だけどそんな中でもさ、はい、やっぱり昨日今日出た新人じゃないから、ベテランなりのね、対処の仕方ってあるんじゃない？はい、まあまあこういう時期ですし、そのまあジムとかも空いてなかったんで、うん、まあこういう、まあそういう新しいポイントとして練習方法を見直したりとはかはしましたけど、うん、はい、じゃあ今までと違った練習みたいなものを多少、はい、そうですね、はい、やり方変えたりとか、そうですね、はい、うん、まあいつもはみんなと集まってやったりするんだろうけど、そのあたりはどうだった？まあ一応まあ大体競輪場に行ったら何人かいたんで、うん、はい、まあ、それを、まあ、ソーシャルディスタンスを考えながら、はい、うん、まあ、一応練習をみんなでやったりしました、うん、まあ、特にねこういうG1 レースも前回一回中止になってるけど、うん、久しぶりっていう感じがするんじゃない？そうですね、やっぱりこう、はい、こういう雰囲気はちょっとなんか緊張しますね。ね、まあ、でまた今回もね、福井と一緒でお客様がいないというところもあるし。はい、そうですね。まあそれはすごい、ほんまにこう選手にとって寂しいですね。はい。ね。で、まあそう言いながらね、近畿脇本が今回いるんだけど、はい、やっぱりちょっと違う、ね、脇本のなんか様子見たいとか。やっぱりもう強すぎるんで、はい、もうね、もうまだまだ強くなる。っていう感じでいつも見てしまうんですけど、うん、はあ、やっぱり足は今の競輪界でももう何枚も上なんやなっていうのを感じます、うん、はい、まあ、でもね、楽しみでもあるよね、一緒に走るっていうのは。まあそうですね、どっちにしろやっぱりこう力出すだけなんで、うん、まあ、それで結果が、まあ、結果がどうあれ、まあ思いっきりやるだけなんで、うん、まあ、簡単は簡単ですよね。まあね、まあ、あと高松宮記念杯は、やっぱ近畿地区っていう、まあ、地元意識もあるだろうし。そうですね、まあ、G1 の中でもこう近畿開催が多い大会ですけど、僕はあんまり相性が良くなかったので、はい、ちょっと毎回気持ちのコントロールを考えながら、ああ、はい、ただ今回場所が和歌山に初めて来たということ で、ね、はい、ちょっとは、はい、気持ちも切り替えられるんじゃない？そうですね、まあ、もう今回、まあ、年々ですけどやっぱりこう、まあ、若い選手が強いんで気負いなく、はい、もう一生懸命力を出すだけかなと考えてます、はい、和歌山のバンクはどう？和歌山はそうですね、まあ、まあまあって感じですかね。なんか特徴とかある？まあ、昔は結構走りにくいって、デビューした当初は走りにくかったですけど、うん、まあ、合宿とかも、まあ、たまにですけど、うん、走ったりして、まあ、大体もうベテランなんでもう大丈夫と。そうですね、あんまり気にならないようになりました。しっかりとね、はい、はい、わかりました。じゃあ、今回に向ける思いをじゃあカメラに向かって一言。そうですね、無観客で、ちょっと寂しい気もありますけど、しっかり画面越しに伝わるような一生懸命なレースを見せたいと思います。全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。